はい、皆さんこんにちは。セドレスチャンネルの市宮です。本日1月の18日1時42分からスタートしたいと思います。本日なんですけど、結構メンズ商材ヤフオクとかをメインで仕入れていきたいなと思ってますので、ぜひ最後までご覧ください。本日もしっかりとセカストをメインで回っていきたいと思います。それでは行ってみよう。はい、利益商品見つけたので紹介していきます。こちらになります。今回ランチェッティっていうブランドのスーツになります。今回僕もこのブランド初めて知ったんですけど、反応したポイントはこの見たことないタグっていうところと、この裏地よく見たらこのブランドのロゴが書かれてます。こういったところも反応したポイントです。プラスこの高級生地ロドピアナが使われてるっていうところも反応のポイントです。ここが一番大きな理由です。で、仕入れ値が990円、サイズが175センチ、まあ約 L サイズとして出品していけるかなってところで、サイズも申し分ないかなと思います。同じデータはなかったんですけど、このブランドで調べてみたところ、ヤフオクで、まあ、色違いグレーのもので4000円のデータだったり、こっちもグレーで3300円のデータだったので、まず負けはないと思います。カラー的にもこっちの方が売っていけるんじゃないかなと思います。仮に4000円で売れるとすると、利益として、まあ、2500円ぐらい取っていけるので、こちらエキスタ商材として仕入れていこうかなと思います。はい、利益商品見つけたら紹介していきます。こちらになります。ブラックレーベルクレストブリッジのカーディガンになります。反応したポイントはこのブラックレーベルクレストブリッジのロゴとサイズの部分です。これが4サイズになります。4サイズ XL サイズになるんですけど、今回ヤフオクを想定しているので、こういった大きいサイズかなり有利になります。そして仕入れ値が3900円の 30% オフ、仕入れ値3003円になります。同じデータ1件あって、L サイズなので5250円で売れているデータあるので、まず負けはないかなと思います。めちゃくちゃ大きく利益が取れるわけではないんですけども、しっかりと利益を狙っていけるかなと思います。大きいサイズであることを想定したとして、5500円で売れるとすると、利益としてまあ約2000円取っていけるので、こちら仕入れていこうかなと思います。はい、またまたブラックレーベルクリストブリッジの紹介になるんですけど、こちらになります。今回こちらも反応したポイントは、クリストブリッジの代名詞のこのチェックの柄っていうところとサイズですね、 LL サイズ XL のところに反応しました。仕入れ値こちらも3003円です。これも安いですね。こちらなんですけど、先ほどみたいには高さではいかないんですけども、5550円のデータだったり、 XL の類似のもので6300円のデータあるので、負けはないと思います。こちらも5500円で売れるとすると、利益として約2000円取っていけるので、ヤフオクの棚積み商材として仕入れていこうかなと思います。はい、1店舗目仕入れ終わりました。合計3点仕入れていきました。まあ1店舗目にしてはなかなか調子良かったんじゃないかなと思いますので、この調子でいきたいと思います。それでは2店舗目に行ってみよう。2店舗目到着しました。ちょっとあいにくの雨でして、撮影を車内でさせていただいてます。それでは2店舗目もセカストに来たので、指令行ってみたいと思います。それでは、行ってみよう。はい、利益商品紹介していきます。こちらになります。ラルフローレンのベロワのテーラードジャケットになります。反応したポイントはラルフローレンというところと、仕入れ値の安さに反応しました。2900円の 50% オフで1595円になります。同じデータありまして、7500円で売れてるデータだったり、8300円で売れてるデータあるので、まず負けはないと思います。仮に6500円で売れるとすると、利益として約4000円で取っていけるので、こちら仕入れていこうと思います。はい、劇商品見つけたので紹介していきます。こちらになります。バーバリーのスカートになります。反応したポイントはこちらのロゴと、仕入れ値が4290円で、そこまで安いわけではないんですけど、一番良かったのはここですね。サイズの部分になります。15サイズ、だいたい 2XL ぐらい。バーバリーとかっていうのはサイズが大きければかなり需要も上がって商品価値も高くなるので反応しました。同じデータはなかったんですけど、レジモノで8800円で売れてるデータだったり、1800円で売れてるデータなので、まず負けはないかなと思います。9000円で売れるとすると、利益として3500円ぐらい取っていけるので、こちら仕入れていこうと思います。はい、仕入れ終わって帰ってきました。合計2点仕入れてきました。先ほど紹介した2点になります。まあ、ここでもそれなりに利益を取れたので良かったんじゃないかなと思います。はい、それでは引き続き店舗回っていきたいと思います。それでは次の店舗に行ってみよう。はい、3店舗目セカンドストリートに到着しました。もうあいにくな雨でテンションがあまり上がりませんが、頑張っていきたいと思います。それでは3店舗目に、行ってみよう。はい、利益商品見つけたら紹介していきます。こちらになります。ポールスミスのセットアップスーツになります。こちら反応したポイントはこのグランチェックっていうところに反応しました。そして、もうデザインもちゃんと2ボタンってところも、かなりの一つです。仕入れ値が8690円になります。こちら、ルイズのデータ
メルカリで複数あって、2万2000で売れてるデータだったり、1万2000で売れてるデータ、こちら2万人以上で売れてるデータなので、まず間違わないと思います。綺麗に出品していけば、まあ、1万5000以上は硬いんじゃないかなと思うので、1万5000で想定すると、利益として約4000取っていけるので、こちら仕入れていこうと思います。一度ヤフオクのエキストラにかけてもいいかなと思ってます。それでは、仕入れていきます。はい、3店舗目仕入れ終わって帰っていきました。お疲れ様です。ですね、3店舗目ちょっと中で紹介できなかったものが2点あるので、それをちょっとここで紹介していこうかなと思います。こちら、まず1つ目、アルマニコレッツォーニのニットになります。で、今回反応したポイントが、そのコレッツォーニのニットっていうところは反応ポイントの1つなんですけど、もう1つが、サイズがめちゃくちゃ大きかったところです。サイズがこちら、54サイズになってるんですけど、これが大体 3XL ぐらいあるので、かなりヤフオク商材として強いんじゃないかなというところで仕入れてきました。今回、仕入れ値はこちら、3630円なので、まず負けはないと思います。で、全く同じデータはなかったんですけど、大きいサイズのもので、まあ、こちらジョルジオのものになるんですけど、16,70 円で売れてるデータだったり、こちらもジョルジオのもので、14,000 前後で売れてる類似のものがありました。これツォニのもので、XL で似たので、こちらも6,000以上で売れてたので、まず負けはないかなと思います。サイズ的にも今回の方が大きいので、もうちょっと伸びるのではないかなと予想して、8,000で売れるとすると、取引として3500円くらい取っていけるので、1スタ商材として仕入れていきました。はい。続いて2点目がこちらになります。カステルバジャックのショルダーバッグになります。まあ、こちら皆さん店舗で見かけたことあると思います。反応したポイントは今回ゴールドのこのファスナーであったり、このショルダー部分の金具っていうところで反応して、デザインも可愛らしいちょっとコンパクトなデザインだったので反応しました。仕入れ値が5390円です。で、同じデータありまして、まあ、11,000円で売れてるデータだったり、まあ、9700円で売れてるデータあるので、まず負けないと思います。とても備品なので、こちらも綺麗に出品していけば1万ぐらいは狙っていけると思います。仮に1万で売れるとすると、まあ、利益として3000以上は固く取っていけるんじゃないかなと思うので、こちら仕入れていきました。なので、この店舗合計3点仕入れていきました。なかなかいい調子なので、この調子で4店舗目も行きたいと思います。それでは次の画面でお会いしましょう。はい、4店舗目到着しました。それでは、ちょっとだけ雨もやんだんで、気合入れて頑張っていきたいと思います。それでは4店舗目に、はい、4店舗目スルーでございます。気にせず5店舗目に行きたいと思います。それでは5店舗目に、はい、5店舗目到着しました。もう雨で頭が痛いです。でも頑張ります。それでは5店舗目に、はい、利益商品見つけたので紹介していきます。こちらになります。ディーゼルのショルダーバッグになります。反応したのとはディーゼルっていうところと、いつも僕の中でボーダーにしてる4000円前後だったら見てみるっていうところで反応しました。で、今回なんですけど、内側にストラップついてて、まあ、ツーウェイの使い方ができるっていうところと、カードがついてました。っていうところもやっぱアピールポイントになるので良いかなと思います。こちら同じデータありまして、18,800円で売れてるデータだったり、14,000で売れてるデータあるので、まず負けはないかなと思います。綺麗に出品していけば11,000円ぐらいは狙っていけるんじゃないかなと思います。仮に11,000円で売れるとすると、利益として約5,000円取っていけるので、こちら仕入れていきます。はい。5店舗目仕入れ終わりました。先ほど仕入れた1点だけ仕入れてきました。今日はもう頭が痛いので帰ります。現在時刻は6時29分。帰宅です。それでは、家の画面でお会いしましょう。バイバーイ。はい。仕入れ終わって帰ってきました。それでは、早速結果発表していきます。総仕入れ点数が9点。総仕入れ金額が34,881円、見込み利益として3万円から4万円という結果になりました。今回回ってみての感想なんですけど、やっぱりどうしてもアウター類っていうのがあまり仕入れができない季節になってくるので、薄手のカーディガンであったりとか、それこそ2月から4月ぐらいの式典シーズンに向けて売れるスーツ類とっていうところに商品切り替わってくる時期になってくるかなと思います。ですので冬みたいに一駅7,000-8,000とか1万2万とかっていう利益ではなくて、薄利であったとしても1スタとかで資金回収ができる商材とかをメインで仕入れていったというような感じです。それこそブラックレベルクレスブリッジのニットなんかはめちゃくちゃ利益が取れるってわけではないですけど、まあ硬く2,000-3,000は取っていけるんじゃないかなっていう判断のもと、資金回収もできるからっていうことで仕入れていきました。ここからの季節は一点一点で利益を取っていくっていうよりかは、どっちかというと複数売って、まあ、薄利多売とまでは言わないですけど、複数売って利益を取りに行くっていうような戦略に変わってくるかなと思います。もしくは通年売れるバッグとか小物類に切り替えていくとかがいいかなと思います。
それでは本日はこの辺で終わりたいと思います。今回の動画良かったと思った高評価、チャンネル登録、コメント、ベルマークの通知よろしくお願いします。そして僕とマイタカ X の方でも発信してますので、ぜひ X の方もフォローしてください。そしてセドリス公式 LINE では皆様のお悩みとかも受け付けてますので、どしどし質問してみてください。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。なんと今回最後までご視聴いただいた皆さんだけにセドリスから特別なプレゼントがあります。プレゼントの内容は、一宮とマイタカがこのためだけにセレクトしたスーツブランド解説動画10本、ワンピース解説動画5本、レザーアイテム解説動画5本、バッグ解説動画5本、この無料プレゼントのためだけにセレクトしたブランド25種類分の高値要素や仕入れリサーチ基準などを解説しております。さらにプレゼントはこれだけではありません。なんと我々が過去に販売していた178,9940円分の実売データも大公開いたします。実売データ公開の動画で紹介してない商品も、仕入れ動画で紹介してない商品も含めた実売データです。この実売データを見るだけでも売れる商品の知識がつき、この商品はこれぐらいの金額で売れるのかというのもわかるので、手取り初心者の方でも確実にレベルアップができます。さらにプレゼントはまだ終わりません。なんと1時間に及ぶアパレル手取り完全攻略動画もプレゼントいたします。この動画では実際に手取り初心者だった僕が3ヶ月で30万円稼げるようになった方法を解説しております。なのでこの動画を見るだけでアパレル手取りの全てがわかると言っても過言ではありません。1時間と聞いて長いな、見るのめんどくさいなと思った方は見なくて結構です。本気でアパレル手取りを頑張っていきたいと思っている方に向けて作った動画ですので、この動画で知識をつけて手取りを頑張っていきましょう。最後に応募方法ですが、この動画の概要欄にある手取りスの公式 LINE を追加し、たった30秒であるアンケートに答えていただくだけです。たったこれだけでプレゼントいたします。すでに友達追加済みの方はメッセージでプレゼントと送ってください。この計6つのプレゼントが欲しい方は概要欄からぜひご登録ください。